どうやらここにいる限り奴らとの戦いは避けられねえみてえだな。早いとここの塔の上まで登ってここから出るしかなさそうだぜ。どう考えても罠の匂いがプンプンするぜ。じいさん、あんたこの先俺たちをどうするつもりだ。みんなはまだこの黒い羽のじいさんの道案内を信用する気でいるのか。だけどさっきのバカ女が言ってた話を本当に鵜呑みにしちまってもいいのか。だけどそれじゃあ誰の言うことを信じればいいのかな。結局信じられるのは己自身の判断力のみってことだな。僕はこの世界の真実をこの目で確かめ、虐げられた人々を救う道を模索すること、それこそがこの旅の目的なんです。弱虫の僕はもしみんなと会えなかったらきっと今でもあの薄暗い牢屋で何もできずにずっと震えてたよ。僕はあんまり頭が良くないから難しいことはよくわかんないけど、愛っていうものがどんなものなのかずっとそれが知りたかったんだ。だけどそれって結局教団のやってることと一緒じゃないのかしら。愛を求めて自由を求めて、一見教団の教えに背いてはいるけど、その目的のために何をしたのよ。自分の欲しいもののために戦うなんてあいつらのやり方と何も変わらないじゃない。その目的のために私たちは人だって殺したのよ。それなのに私はただお師匠様の役に立ちたかっただけ。それ以外はどうでもよかったのよ。真理なんて本当はもうどうでもいいの。それは違うぞ、ルピ。なぜなら彼らは本能に忠実なのではなく、あくまでも自分の信ずる信念に忠実なのじゃから。人を救うことが罪になるこの世界で、自分の力のみが頼りのこの世界で、人が自分の信念を追求しようとしたとして何を恥じらうことがあろう。考えてみりゃ俺たちはこんなことも話さないままここまで旅してきたんだな。だけどじいさん、俺は少なくともあんたのことをまだ信用できたわけじゃねえんだ。結局俺だっててめえらのことを利用してただけに過ぎないんだぜ。そんなのが仲間だなんて言えるのかよ。俺も同感だな。ガイさんまで何を言うんです。甘いなお坊ちゃん。ここにいるみんなは助け合って生きているとでも思ったか。もちろんです。違うな。俺たちが行動を共にする理由は何だ。そう、生き延びるためだよ。お前だってみんなを利用してきたに過ぎないんじゃないのか。ガイとレブロブスの言う通りじゃな。ヨハネさんじゃが、わしはお主らに一つ聞きたいことがある。結局皆それぞれ自分はどうしたいのじゃ。わしがどうであろうと皆一人一人求めるものがあるのじゃろう。それとも何かこの集まり自体が自らの求めるものであればよいなどと考えておったのか。生き抜きたいのであろう、誰かを救いたいのであろう、それともこれまでお主たちがやってきたことはお主たちが自らを否定するようなものなのか。もう一度聞こう。お主たちはどうしたいのじゃ。ずっと一緒にいたいな。大怪我をしたあなたを見たとき、私胸が潰れそうになったのよ。あなたが死んだらどうしたらいいかって。あなたがそばにいてくれれば他には何もいらないのに。私、あなたのためならどんなことでもできる。たとえそれがどんなに罪なことでも。そうだな、俺たちは一人一人じゃどうしようもねえ。結局バラバラになっちまっちゃやりたいこともままならねえんだ。ちっ、やっぱそうなるのかよ。さすがはこのじいさん、長いこと大神官を務めていただけのことはありやがる。気をつけてねえとうまく煙に巻かれそうだ。じいさん、今度は俺から質問するぜ。真実はこの上にあるんだな。ああ、決まりだ。ここにいても始まらねえ。この世界そのものに俺たちの思いをぶつけてやる。ルピルピよ、わしは宣告外に真実はこの上にあると言ったが、だがしかしそれは少し間違っておるのかもしれん。真実はすでにもうそれぞれの心の中にあるのではないかな。さあ行くぞ。わしらはまだこの世界の行き着く先を見届けてはおらんのだ。